ははい、こんばんば、えー、今日ですね、あの、図書館に行ったんですけれども、えー、図書館のですね、検索機がとうとう使えなくなっちゃいました。で、まあやっぱり理由はですね、コロナの影響みたいなんですけれども、まあ、あの、図書館のですね、検索機ぐらいはですね、使いたいわけなんですよ。なぜかっていうとですね、あのー、 その図書館の職員の人がですね、全部検索してくれるみたいなんですけれども、やっぱりあの、まあ、見られたくない検索内容ってある,あるわけじゃないですかで、そういうのをですね、みんなあの見られちゃいますんで、ちょっとですねあの、あまりにも過剰なんじゃないかなと思うんですよ。入り口のところで 消毒液でですね。消毒してるわけですから。えー、それでまあ、そういう状況でですね。あのー、検索機使えないってなると。結局お互いあの良、ー、くないと思うんですよね。あのー、特に自分なんかは？う1回でその15回とか20回ぐらい。あのー？ 本検索しますからそれ考えたらですね結局それを検索する職員がですね1人奪われちゃうわけですよ自分自分のその検索だけでそうなるとですねもう例えば自分以外の人がですねあのこうみんな検索依頼したらもうそれだけであの もうう止まっちゃうんですよね図書館としての仕事はあのー、検索以外にもその貸し出しとかですねそういう作業もあるわけなんですからだからですねちょっとうーんまあコロナは理解できますけどあのーまあ、検索器をですね個人で使用できないってそれはどうかなと思うんですよね。 でまあ、今後もずっとまあしばらくコロナがです、ね、続くと思うんですけれども、まあ、自分はですね、いや、ちょっとそれはちょっと過剰な対応なんじゃないかなと思いました。ということで、日はそは図書館に行ってみて感じたことをお話ししてみました。以上です